ふぅー、気持ちいい、イエーイ、気持ちいいね、最高。よいしょ、 OK。 はい、皆さんはじめまして、ドリフトアイスライダーと申します。よろしくお願いします。今回ですね、初めてモトブログというものをですねやらせていただこうかなと思いまして、早速走っております。で、走ってる場所なんですけれども、見えるかな、この国道39号線、まあ、場所でいうとですね、北海道、これは北見市ですね。今そこの国道走って、ちょっと大丈夫かな、ね、走っているんですけれども、北海道はね、バイクの季節やっと乗れるようになってきました。で、今年のですね、まあ、2017年の春からですね、モトブログやってみたいなと思いましてスタートしてみました。今回はですね、まあ、初めましてということですので、まあ、簡単な自己紹介というかね、ご挨拶動画という感じにはなると思うんですけれども、で、まあ私がね乗っているバイクの方なんですが、川崎の、250TR ですね。で、さっきもしかしたらね、ちょっと映ったかもしれないんですけれど、かなりちょっと見た目とかいろいろ変わっておりまして、そのうちね、バイクの、まあ、紹介という形で別にね動画の方は撮ろうかなと思ってはいるんですけれども、まあ、一応私が乗っているのは250TR ですよということですね。まあ、北海道ではですね、あんまり乗ってる人いない、いるのかな？この辺、特にね、私は道東メインとしてやっていこうと思っているんですけれども、道東の方じゃあんまり見かけないですね。バイク自体がですね、燃料のタンク容量ですね、少ないので、あんまり北海道で走るっていうと、ちょっと心もとないんじゃないかなっていうね、そういう感じ。走れないことはもちろんないんですけど、そういう面では皆さんね、400から、まあ、大型乗ってる方やっぱ多いですよね。はい、ということでですね、今まだずっと39号線を走ってるんですけれども、なんか道込んできたな、ちょっと左に入れさせてね、ありがとう。さあ、これね、何話せばいいかなってすごい考えたんですけれど、あ、そう、これ今もしね、この動画をご覧いただいた方ですね、もしかするとなんですけれども、すぐあれと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、このバイクですね、まあ、これ純正のタイヤかそうなんですけれど、ダンロップの、なんだっけ、ユニバース、あ、違う、トレイルユニバースかな、そうだね、トレイルユニバースっていうねタイヤを履いているんですけれども、このタイヤがですね、オフロードバイクみたいな、ああいうですね、イボイボのデコボコのタイヤになっておりますんで、それをですね、私純正のままであえてつけてるんですけれども、こう走るとかなりね、ロードノイズが多分聞こえるんじゃないかな。今日ちょっと風強いので聞こえにくいかもしれないんですけれど、なんかうーんっていうようなね音が聞こえてると思うんですけど、それがねあるので、ちょっとこの辺に関してはですね、そのうちね、もうモトグルをやりますよっていうことになれば、まあ、ちょっと考えなきゃいけないなと、耳障りなね感じがするので、そうなってしまわないようにね、オンロードタイプのタイヤに、そのうち変えようと思うんですけれども、いかんせんですね、これバイク私去年、2016年かなの春にね、買って、とりあえず1年間、まあ、1年間ででも北海道なので、ちょっと乗れる期間はすごい短くなっちゃうんですけれども、乗りまして、でですね、その時にですね、まあ、バイク屋さんの方で、新しいタイヤに変えておいてあげたよっていうことでね、変えてくれたんですよ。なので、まあ、ほぼほぼね、減ってないので、ちょっと現状変えるのはもったいないかなと、まあ、そういうこともありますんで、ちょっとタイヤはですね、ただ、モトブログやる以上は変えたいと思いますんで、
ちょっと今すぐというわけにはいかないんですけれども、そのうちねもうちょっと静かなものに変えようかなと思っておりますんで。はい、でですね、先ほど北見市を走ってますってことなんですけど、この北見市っていうのはですね、ちょっと私編集動画のですね編集技術などがですね全然ちょっとまともにできてない感じがあるので、うまく出せるかわからないんですけれど、もしね画面の方に地図とかうまく出せれば出したいなと思うんですが、北海道の右上ですね、なんかこうひし形みたいになってると思うんですけど、こうその右上のですね、オホーツク海側ですね、流氷とか来ますけれども、そのオホーツク海側の方のですね、町になります。基本やっぱり田舎ですね、田舎なんですけれど、それでもねこのオホーツク海側の方では、比較的大きい方になるんじゃないかなと思います。ここが北見市駅かな。そうだね、北見駅、これだ、北見駅見えるかな、 GoPro でどうだろう。 JR 北見駅ですね、ここが北見駅前ですね。昔はですねもっと栄えてた感じなんですけど、最近やっぱり郊外に大きなお店ができたりしてちょっと寂しいなっていうね、そんな感じにはなってますけれども、北見はですねその駅前に結構ねビジネスホテルとかあるんですけれど、真夏になるとライダーさんがたくさん泊まってるなっていう、そんな感じがしてますね。さあ、あれ壊してんのここ、あらどんどん壊すなんてなんか寂しいよね、昔からあるものがなくなっていくっていうのは、しょうがないかな。今日4月の、28日、もうゴールデンウィーク目前なんですけど、今日ね仕事の合間にですねちょっと時間あったんで乗ろうかなと思って乗ってるんですけど、寒いですね。今日はですね気温が多分最高気温でも13度いくかいかないかぐらいじゃないかなと思います。でまだね最低気温も朝方とかはですね、2度とか3度とか、ね、ひどい時は本当0度前後ですね、結構冷え込んでくるんですけれども、今こうやって日差しがねちょっと出ているので、日があるとこう止まってればいいんですけど、空気が冷たくてですね、まだ実際にバイクで風をこう体で浴びるとですね寒いですね。それが一応天気予報ではゴールデンウィーク入った後半、3、4、5かな、今年はねその4日だったかな、結構25度超えてくるみたいな、北見の方ではね予報に、おい入るんだねこっちに、怖いよ。でね、暖かくなるみたいなので、いよいよバイクは乗りやすい季節になるんじゃないかなと。私はゴールデンウィークってもちょっと忙しくてですね、バイク乗れるのかどうか微妙なとこなんですけれども、もしね、バイク乗れるようであればまた別なところにどっか行って、なんか綺麗なものとかね、あれば撮りたいなと思うんですが、そうですね、もうだいたい北見もだいぶ端っこにまた来始め、北見といっても市街ですね、北見市街からは、だいぶ離れてきてるかなと。ここはなんだ、小泉横断歩道橋って書いてあるね、小泉町かな。じゃあねどうしましょうね、とりあえず39号も、だいぶ走りましたんでね、だいぶって時間で言うと多分正直15分前後ぐらいしか走ってないと思うんですけれど、一応走ってきましたので、今回はねこの辺で、終了しようかなと思います。で今後ね、また北海道ならではのね綺麗なところとかあればその辺を撮って、私もバイクで行ったことがないよとか、北海道に住んでいながら実はあんまりそういう観光地に行ったことがないよみたいなね、そういうのありますんで走っていきたいなと思います。ということで、それではですね今回はこの辺で終了したいと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。